僕、早稲田に受かって理科大に進学したんですけど、ちょっとそのあたりの考え方というか、受験時を振り返って話したいなと思います。で、まあ、受かったとか進学したとか言ってますけど、まあ、何の証拠もないので、ちょっと参考程度くらいに聞いていただければいいかなと思います。まあ、事実は事実なんですが。で、私ですね、大学受験の際に、まあ、東工大第一志望として、まあ、早稲田とか理科大、あとマーチのどこかとか、を受けた記憶があるんですけど、まあ、東工大は落ちまして、早稲田理科大、その他合格っていう感じで理科大進学を選びました。まあなんかこういうことを言うとですね、高森くんなんでその早稲田行かなかったの？みたいな。もしかして早稲田受かったの嘘なんじゃない？みたいなことを言われるんですけど、まあ、ちょっとそのあたりをね、言われてですね、世間的な、やっぱ早稲田行くよね、みたいな大きな流れを知って、あ、自分としてはへえって思ったわけですね。で、自分が早稲田じゃなくて理科大を選んだ理由なんですけど、大きく2点ぐらいですね、理由があって、1点目が、なんかこう、馴染める気がしなかったっていう、しょうもない理由で、2点目が、ちょっと研究的なところを頑張った方がいいのかなというか、行きたい研究室がちょっとありましたよっていうところ2点ですね。まあ、結果としてですね、今理科大進学して院まで出まして、まあ、大手と呼ばれる企業に勤めて4年目なんですけど、まあ、無難に生活できているので、選択としては間違ってなかったかなと思いますね。まあ、早稲田に行ってもっといい生活があったんじゃないか説とか、はたまたその逆パターンとかあったんですけど、あると思うんですけど、そこはちょっと仮定の話なんで、置いておくことにします。で、1点目の理由ですね。馴染める気がしないなんですが、これは私の100%偏見なんですけど、早稲田っていうのは非常に活発な大学なイメージがありまして、まあ、陽キャとかリア充みたいな人が集う大学なのかなっていうところが、すごく凝り固まった考えとしてあったわけですね。で、私ですね、高校生の時は本当に友達がいなくてですね、高校3年間ですね、クラスに居場所がなくて、図書室の隅っこで、本を読みに逃げたりですとか、あと、昼食とかね、食べる場所がなかったので、ウィダーとかね、カロリーメイトみたいなものを通学の前に買って、昼休みになった瞬間、こう、歩行しながらそれを食べるとかですね。もうとにかく居場所がなくて、ぼっちエピソードを無限に抱えているんですけど、まあそういう環境で3年間ですね、思春期に洗練されていく価値観を形成していったので、まあ、早稲田のそのイメージに私が馴染んでいる気がしなかったわけですね。まあ、端的に言うと、早稲田行くと確実にあぶれて苦しい大学生活を送ることになるんじゃないかっていう、まあ、強迫観念めいた思いがあったんですね。まあ、じゃあそういうのあるなら受験すんなよっていう話はあるんですけど、まあ、一つ早慶っていうブランドはどんなもんかなっていうところもあったので、ちょっと受けてみたかったっていうのもありまして、受けて、まあ、受かっちゃったっていう話なんですけど、まあ、そういうのもありましてですね、早稲田はちょっと怖かったんですね。いざその早稲田に行けるっていう選択肢を得た私っていうのはですね、ちょっと高田馬場とかで仲良さそうにというか、って盛り上がってるところに私がいるイメージ全くないし、なんか辛いなって思いながら毎日を過ごすんだろうなっていうのが容易に想像できたので、まあ、当時私は本当に高校に友達がいなくてですね、クラスからも あぶれてこう、そういう青春っていうんですかね、なんか年相応の経験を重ねていなかったものですから、いきなり大学になってそこに順応できるかって多分無理だろうなっていうひどい思い込みもありましたので、まあ、そこを敬遠したっていうのがまず1点ですね。まあ、1つがもう私の性格由来的なところですね。ちょっと早稲田怖いなっていうところがありましたね。早稲田進学した方で実はそういうぼっちとか陰キャでも馴染めるよみたいな知見があったら、工学のために教えてください。で、2点目なんですが、これは研究の分野が理科大の方が充実してるなっていうのがあったからですね。やっぱ理系として進学する中で研究って大事なんだろうなっていうのが漠然としてあったんですね、その大学を決めるときに。なので、自分がどういうふうなこう学科に行ってどういうふうな研究をするかみたいなところは意識しておいた方がいいのかなっていうイメージがありました。で、早稲田と理科大のそのあたりの研究室のウェブサイトとかあるんですけれども、見てみた感じ、まあ理科大の方が端的に面白そうだなと思ったんですよね。早稲田はちょっと学部学科の名前忘れちゃったんですけど、化学系だったかな、なんか化学系のところを受かって、
って機関理工とかなんかそんな感じだったかな、ちょっと忘れたんですけど向かって、で理科大は機械工学科だったんですね。でまあ化けとメカでちょっと色は違うじゃないですか。でそこもちょっと分岐点の一つではあったんですけど、やはりですね、私というのは子供の頃からちょっと手を動かして、まあ、テンプレですけどなんか作るとかね、プラモデルみたいなのを熱中してたんで、なんかそういうところを考えていくと物実際に作るメーカー系というか機械系の方が馴染むんじゃないかなっていうところと、あと科学が結構好きだったんですけれども、機械工学科でも科学を生かす道はあるっていうところで、研究室のサイトとか見ると機械工学ベースをするんですけどケミカルの知識を必要とするよみたいなのも選択肢だったんで、まあなんか学部3年間でいろいろ心変わりもするでしょうし、なんかそういうのを踏まえた上で自由度を持たせるっていう意味で理科大にしましたね。で、実際理科大の研究室というか研究環境は結構良くてですね、まあ分野特定されそうなんであれなんですけど、研究設備とか実験設備みたいなのは結構豊富に持っている大学だったりするんですよね。うん、なので研究に予算をかけている大学でもあるので、まあ一つ理系というか研究者というか技術者としての素養を育むにはいい大学だったかなと思いますね。早稲田のカリキュラムがどうなってるかって全然知らなくて妄想なんですけれども、あんまその、例えば私が今勤めてるような大手メーカーには早稲田の人ってあんまいないんですね。なのでちょっと道が違うのかなっていうのもちょっと今感じますね、進路として。理科大とかだと大体その大手メーカーみたいなところに、機械工学科ですね、大手メーカーみたいなところにぐーっと進んでいくんですけど、早稲田とかだとまた別のなんかコンサルとかそういうところに行く流れがあるんですかねっていうので、まあ道としてもですね、私の性格を考えるとメーカーみたいなところに収まっておくのが無難かなっていうところもあったので、まあ選択肢として良かったかなという感じですね。まあざっくりなんですけど、私が受験時に早稲田合格しておいて理科大に進学した理由ですね、多く語りました。まあ別にその世間的には総計がこうトップクラスの私立みたいな感じで理科大はそれに準ずるみたいな立ち位置というかね、位置づけされてますけど、どちらの大学が上か下かとかを論じたいっていうのは全くなくてですね、それぞれの大学いいところがあると思います。なんでまあ大学生活長いですからね、理系だと長くて無難に6年、長くて9年ですかっていう道があったりしますから、結構長い時間を過ごすことになる環境なわけですね。なんでまあ受験終わって疲れてるかもしれないんですけど、まあ自分の実際の進路みたいなものをイメージしてですね、大学決めていくといいんじゃないかなっていうのがやっぱ今でも思うことですね。はい、以上です。